毎順次よ闇マイキいざ紅蓮のごとく舞い散れ逃げ
歯応えのない。野球、なかなかやるじゃないか。お前もな。おかげでいい汗がかけた。さあ、一緒に温泉でもどうだ。遠慮しておこう。ひばりは寝相が悪いので、今頃はお腹を出して寝ているだろうからな。俺がお布団をかけてあげなくてはならないのだ。そうなのか。帰省は控えめに頼むぞ。さらばだ。ああ。あ、そうだ。一つ言い忘れた。風呂ならとっくに閉まっているぞ。汗びっしょりで寝ることになると思うが、まあ自業自得だな。そんなバカな。不甲斐ない。この技は使えそうだな。人がいっぱい並んでるようやけど。なんやこれ、何の列や。あと16人、楽しみだな。あれ、あんたは温泉の。あ、お前は蛇状の日陰じゃないか。そういうあんたは、あかん、名前忘れたわ。な、カツラギだよ。半蔵のカツラギだ。ほな、カツラギ。これ何の列なん？列って言ったらラーメンの列に決まってるだろ。あと16人で食えるんだよ。おお、一人また進んだ。あと15人。やっほー。なんで並んでまでラーメンを食べるのか分かる。並ばんでも適当に何でも食べればええやん。わかってねえな。とりあえずおっぱいもみもみしてやろうか。は？なんでおっぱいをもみもみするんや。冗談の通じないやつだな。まあいいや。あのな、ラーメンっていうのはロマンなんだよ。ロマン？そう、ロマン。丼一杯の中に夢がいっぱい詰まってるんだ。こってりの豚骨スープに固めの細麺、炙りチャーシューと半熟卵。あー、もう考えただけでも頭がクラクラして鼻血が。
なんかわからんがすごそうやな、ここのラーメンは。なんか前の方の列で横入りしてるやつらがいるぞ。あれは地元の不良どもか。許せねえな。あいつらはわしに任せとき、あんたは列に並んどきや。え？せっかく今まで並んでたんやろ。まあそれはそうだけど。その代わり後でここのラーメンをご馳走してや。わかった。じゃあ頼んだぜ日陰。あっけないもんやな。日陰、お前強いな。どうしたん？あたいは強いやつを見ると戦いたくなるんだ。そうなん？あたいは強くなくちゃならない。強くなるためには強いやつと戦い続けなきゃいけないんだ。日陰、あたいは今ここでお前と。カツラギ、あんたの話はようわからん。今は戦う時やないやろ。戦う時じゃない？じゃあ何なんだよ。今はラーメンを食べる時や。ラーメンを食べる時やろ。そうだな日陰、お前の言う通りだ。今はまずラーメンだな。そうや。お、ちょうど順番になった。日陰、思いっきり食べようぜ。あたいのおごりだからな。ほな、お言葉に甘えさせてもらうわ。
おかえり。決めちゃいました。私が食べたいですわ。いってらっしゃい。さーて、今日の安売りの目玉はツナ缶ですね。しかし4缶パックで50円とは、この商店街のスーパーは庶民の味方ですわ。ツナ缶といえば、缶を開けてそのまま醤油をかけて食べてよし、茹でた山盛りもやしの上に乗せてよし、まさにマグロ漁船の漁師さんたちの血と汗と涙の結晶なのです。すみません、前を失礼します。ちょっとお待ち遊ばせ。何でしょう。それは最後の一パック、私が買おうとしていた最後の一パックですわ。え、返しなさい。今すぐ真の所有者に返しなさい。はあ。って、あなたはヨミさん？あなたはお嬢様。この店の商品、ごっそりいただいていくぜ。あれは？地元の盗賊団です。あの、どうでしょう、そのツナ缶は、あのお方たちをたくさん倒した方が買うというのは。いいでしょう、異論はありません。では参りましょうか。食べ物がかかった時の私は一味も二味も違いますわよ。
結果はほぼ互角。お嬢様、やりますわね。こちらこそ。ではこのツナ缶は半々にする。それでいかがでしょう。いいのですか。私はクラスのみんなにツナのパスタを作ってあげようと思ってましたので、パスタでしたら2缶もあれば十分です。はい、2缶。ありがとうございます。では私はここで失礼します。おや、何でしょうこの感じ。私、あのお嬢様のこと、もっと昔から知っているような気が。そう、かなり昔にどこかで見たんです。でも、どこだったかしら。
決めちゃいました。痛いのは最初だけよ。いってらっしゃい。はるか、遅い。はい、すみませんでした。単刀直入に言う。お前たちには半蔵学院という前任の忍び学校を攻めてもらう。攻める？目的は？目的は超秘伝忍法書の奪取。どうして超秘伝忍法書を奪わないとならないんですか？より強い忍び部隊を作るためだ。それ以上は答えられないし、答える必要もない。襲撃作戦はそれぞれが小部隊を編成して行え。話は以上。小舞台ね。誰を連れて行こうかしら。たち、何をしてるの？はるか様のご命令の通り正座をしています。そう、いつから？1週間前からです。1週間。あら、すっかり命令したのを忘れてたわ。まあ当然よね。私の可愛らしいピンク色の脳みそにはあんたたちみたいな薄汚い犬を覚えておくスペースなんて1ミリもないんだから。それじゃあ、あんたたち薄汚い犬にはまた別の命令よ。お願いします。私を連れて行ってください。
私もはるか様のために死なせてください。いえ、いっそ死ねと言ってください、はるか様。けがらわしい、触るな。もっともっと蹴ってください。そろそろ出発よ。10分で準備しなさい。ハルカ、お前の部隊はどこだ？いいのいいの、気にしないで、どっかに忍んでいるから。それでは作戦を確認する。罵倒をお願いします。私もです。作戦が成功したらいつもよりもっと汚く罵ってください。いいわ、思い切り罵ってあげる。行くわよ。ありました。アルカ様、これです。アルカ様、この巻物何も書いてありません。
のバカ犬、何勝手なことをして。あれ、これは…体が…はるか様、何するのよ犬の分際で。わかりません。体が勝手に。はるか様、もうダメです。殺してはるか様。そんなことできるわけないでしょ。まだあんたたちにご褒美をあげてないのよ。このバカ犬どもが！犬たちだけじゃない。他の小部隊もみんなおかしくなっている。秘伝忍法書が原因よ。未来、ここは撤収しましょう。超秘伝忍法書は奪ったことだし。でも小部隊のみんなは。あの子たちはもうダメだ。置いていくしかないわ。もし私たちの邪魔をするようなら切るって、みんな仲間なんだよ。私たちの目的は超秘伝忍法書の奪取なのよ。それを邪魔するのなら仲間でも切るしかないわ。みんなだって
分かってくれるわ。そんなさあ行くわよ。息のいい子たちね。逃がしません。やっけ。いやー。危ないよね。かわいいじゃない。ふふ。緩いわ。やっ。やっ。気持ち必死にあがきなさい。そうだ。ほーら。かたぶるわ。せっ。ふふ。必死にあがきなさい。気持ちいい。やっ。やっ。そうだ。必死にあがきなさい。息のいい子たちね。私の虜ね。
みんな、ごめんね。こんなの、こんなのって、私、仲間を切っちゃった。未来、ショックを受けてる場合じゃないわよ。早く蛇女に戻らないと。未来、蛇女までは別々に行動するわよ。その方が追ってから逃げやすいから。追ってって、まさか。そのまさか、だと思うわ。あの温泉で会った半蔵の5人、きっと彼女たちが追ってくる。このくらいは当然ね。どれにしよっかな。